ガンガンピクシーズ。少し気持ちいいかも。宇宙、それはどこまでも広がる暗黒空間、無数に瞬くは星の海、
その中にパンデモという星がある。長い歴史と発展した科学を持つ宇宙先進星である。されどパンデモは今滅亡の危機にさらされていた。隣人拒絶社会、絆も子孫もろくに生まれず、パンデモ星は緩やかに死へと向かっていた。そんな事態を救済すべく、パンデモから一隻の船が飛び立ったのだ。パンデモ帝国特殊部隊コマンドールズ所属のその船は、星の現状を変えるデータを得るため、とある星を目指し空をかけていく。乗員しているのは、驚くなかれ、軍学校では落ちこぼれとされていた二人の軍人だ。ウサマエル隊員、コードネームビータン。活力にあふれる一方、命令違反が多い。カメリエル隊員、コードネームカメポン。冷静だが融通が利かず、柔軟性にも欠ける。彼女たちが真に評価された理由、それは親友と呼ぶに値する殊勝な人間関係を自然と築き上げた稀有な例であったからだ。小さな体に母性を救う使命を背負ったチーム、その名もピクシーチーム。出撃ピクシーチーム。ビータン、さすがのお前もこの任務の重要性は理解しているか。もちろんだよ。だって地球の女の子めちゃくちゃ可愛いんだもん。資料を見せてもらった時からゾッコンですよ。ビータンは少しでもお前に期待した私がバカだった。え、期待？カメポン、ビータンに期待してたの？もう言ってくれればよかったのに。したいって言うなら、ビータンはいつでもいいよ。何の話をしてるんだお前は。うさー、耳引っ張ってやだよ。カメポン、何をしているのかね君たちは。アルマレス司令官殿、いつから回線を？あら、聞いてくださいよ司令官。カメポンがビータンに冷たいんです。もっと素直になるよう言ってくださいよ。遊んでいるようなら今からでもパンデモ星に帰るか。そのようなことは。私たちを拾ってくれたご恩には必ず報いてみせます。そうそう、地球の女の子にも早く会いたいしね。 B は黙ってろ。まあいい、君たちの性格も知った上であえて選抜したのは私だ。任務を成し遂げられるなら多少の息抜きは許そう。申し訳ありません。ビータンはしっかり言い聞かせておきますので。ブーブー、ビータンだって任務は真面目にやるつもりだよ。でもビータンにも個人的な任務があるのさ。地球の女の子やカメポンの身も心もダッシュするっていう大切な任務が。やめろ。あいたたたたたた、住人の生態を丸ごと本国にフィードバックするだっけ。ピーターも昔から思ってましたよ。みんな周りの人に、特に女の子に興味なさすぎでしょって。お前の場合は興味がありすぎだかな。でもカメポンはそんなピーターにいつも付き合ってくれるよね。ただの腐れ縁だ。ブーブー、いけず。その腐れ縁こそが君たちが軍学校で落ちこぼれと言われた理由であり、同時に今回の任務に抜擢された最大の理由でもある。抜擢の理由ですか？うん、
拒絶社会が続く現代、未だに全てを一人でなそうとする者が称賛され、君たちのように他者と関わりを持つ者は異端視される。だが私は他人を必要としなくなることが必ずしも独立するということにつながるわけではないと考え、君たちにはそれを意識するまでもなく理解しているだろう。今回の生態調査期待しているぞ。はっ、実に良い返事だ。さて次は今回君たちに調査してもらう該当生物。女の子であります。良い返事だが、よだれを拭くように。いや、興奮しますね。リータンたちの潜入先にも可愛い子がいるといいな。仮にいたとしてもお前にはどうにもならないだろう。なんせ地球人は我々パンデモ星人とはサイズが違う。10倍以上は大きいんだぞ。ということはあの部分も10倍に。いつまでもくだらないことばかり。ピクシーチーム、潜入先の国内では独り立ち政策なるものが行われていて、国中で親元を離れた寮生活が推奨されているらしい。赤の他人が一つ屋根の下に集まって共同生活をしている。我々が調査するのにうってつけの環境ですね。そういうことだ。潜入先はそんな寮の中の一つ、女子寮リリーパッド。まずはリリーパッドに潜入し、滞在基地を構築せよ。ラジャン！ありましたか。ん？どうしたミサ、プンプン怒って。姉貴じゃないんだから一日中お腹は空かせてませんよ。そ、れ、よ、り、も、また私のパソコンの電源コード乱暴にコンセントから引っこ抜いたでしょ。
おかげでパソコンが強制電源オフ。昨日テストしてたピンクゲーの進行データが全部パーですよ。働いて返せ。あのエチーゲームのことか。でもミサ、パソコンつけっぱで爆睡してたじゃん。そんなの電気代もったいないでしょ。あれっち、パソコンとかよくわかんないし。そしたらもうコンセント抜くしかないじゃん。おバカのテンプレみたいなセリフを。姉貴も現代人なんだから、パソコンくらいわかるようになってください。俺には節約の方が大事なんです。まあまあ、なんか食べよう。お腹いっぱいになったらイライラも収まるって。食べ物で機嫌が治るのは姉貴くらいです。あらあら、二人ともどうかしたの？あ、甘ね。姉さん聞いてください。姉貴が私のゲームデータを消したんです。パソコンつけっぱなしのミサも悪いだろ。これは姉妹喧嘩ってやつだね。よし、お姉ちゃんに任せなさい。はい。任せろって何するの？ミサちゃんのゲームが消えちゃったんだよね。だったら私がミサちゃんが進めたところまでやってあげる。そしたら二人とも喧嘩しなくて済むよね。それは。あ、アマネーにはミサのゲームはハードル高いんじゃないかな。何しろアレなシーンがあるし。大丈夫だよ。これでもゲームは得意なんだから。いや、絶対やったことない類のゲームですから。それに他にも理由が。大丈夫、任せて。私が寮で一番お姉ちゃんなんだから。それじゃあ早速始めよう。ミサちゃん、お部屋にお邪魔するね。ま、待ってください。ん？なーに？そうだ、実はデータが消えたっていうのは嘘だったんです。嘘？嘘？さ、今の話こそ嘘っぽくない？いやいやいや、姉貴がパソコンを大事にするようにとちょっと状況大げさに言っちゃって。だから姉さんの手を借りる必要はないんです。何せデータ消えてませんから。あらあら、そうだったの。ミサ、本当はデータ消えたんだよね？そうですけど、ここはこういうしかないでしょ。姉さんにあれを遊ばせるわけにはいきませんし。だね。ピンクすぎるからな、あれは。こんなことになっちゃうなら俺っち、今度からもう少しパソコンを大切に扱うよ。私もパソコンずっとつけっぱなしにしないよう気をつけます。うわあ、天音、顔近いって。もしかして今の話聞こえてましたか？でも二人とも内緒話なんかしてとっても仲良しだなって。仲直りしてよかった。やっぱり家族は仲良くなくっちゃね。そうだね。ありがとう、アマネ。なんだか気恥ずかしいです。ミサちゃん、どこ行くの？ゲームのお供にお菓子買ってきます。二人は何か欲しいものありますか？私は。こらこら、アマネーはダイエット中だからお菓子はダメだよね。もう、キラちゃんの意地悪。そんじゃ、俺っちは部屋に戻るね。ほんとありがとう、アマネー。私は買い物行ってきます。ありがとうございました、姉さん。うん、行ってらっしゃい。それじゃあ私は部屋のお掃除でもしよっかな。争いは収まったようだな。B、どうかしたのか？ふわふわ系お姉さん、佐藤天代、チャイオバカボーイッシュ、鳥居キラ、オタク系妹、鳥居ミサ、よりどりみどりですな。バカなこと言ってないで、早く場所を決めるぞ。あ、そうだった、ビータンとカメポンの愛の巣を作るんだったね。
さて、一人で滞在基地を作るか。あ、冗談だよ。ビータンも作るから待ってよ、カメポン。できた。と言っても宇宙船を偽装したくらいだがな。冷蔵庫の真上。場所は悪いが、ここで念のためステルスも施しておけば大丈夫だろう。十分住めるもんね。ビータンたちの愛の巣としてはちょっと物足りないけど。まだ言ってるのか、お前は。どうやら無事に基地を構築できたようだな。あ、司令官。はい、潜入構築共に問題ありません。結構だ。それでは早速君たちに演習任務を与える。演習ですか？ああ、資料でデータは頭に入っているとはいえ、実体験がなければ心もとないだろう。特に君たちに支給されたハッピー弾は実際に使ってみなければ理解が難しいものだ。ハッピー弾、地球人に幸せを与える弾だと伺っていますか？幸せを与えるってなんか曖昧な表現だよね。それを知るための演習だ。ええ、キッチンによります。それではピクシーチーム、演習任務として寮生にハッピー弾を当てるのだ。ラジャ女の子の部屋に潜入してやりたい放題。これは盛り上がりますな。言わずとも分かっていると思うが。ちょ、壁に耳あり障子に目あり。司令、私はアルマルスだ。現地のことわざか。雑学は結構だ。宇宙平和法の存在ですね。技術が一定レベルにまで達していない星の住民には、私たちが見つかって大事になれば銀河デカが動き出すかもしれない。任せて。見つかっちゃダメって緊張感があった方が。カメポは、お前、よし、やっちゃうぞ。ロード中だ。うっさっさっさ。ちょっと待って。この世からなくなる。
するし。しとくか。マネキン立場も面倒だな。よし、練習。Huh?